別れを切り出したさやこ。タクの答えは、二人が出す未来の選択とはいかに。マイセカンドアオハル。お互いの将来のために一緒にいることを選択したタクと離れることを選択したさやこ。どちらの気持ちも苦しいくらい伝わってきて、切なさに心が締め付けられましたね。どうなってしまうのか緊張感が高まる次回は、タクが絶対別れてやんないからな、と言っている様子があったかと思えば、行くからには結果出すまで戻んない、と言っている様子もあって、結局スイス行きを選んでしまうのか、ドキドキが止まりません。予告映像では涙を流すさやこがいて、タクさん、いよいよ遠い存在になってしまいましたね、という声があり、まさか本当に別れてしまったなんて展開もありそうで、すでにちょっと泣きそうな気持ちになります。しかし、公式ホームページのあらすじでは、タクはさやこにある提案を申し込みと書いてあるので、別れる以外の未来があるのかもしれませんね。タクが申し込んだある提案とは何なのか。タクのことだからきっとさやこと別れるという選択じゃない提案をしてくれそうですし、その提案をさやこが受けるのか、あれこれ想像が広がります。はたから見ていたら、もうとっとと結婚して、さやこがスイスについていけばいいのに、とすら思ってしまうほど、お互いの存在がお互いにとって大事なのがビシビシ伝わってくるので、二人ともが納得し、幸せに向かっていけるような選択をしてほしいなぁと願い、次回も画面にかじりつきたいと思います。それぞれの将来を考え始めるとき、キャンパスライフにつきもののこれからどうする問題と、キャンパスラブで結ばれたカップルに訪れるずっと一緒にいれると思ってた問題が、さやことタクのもとにもちゃんとやってきてしまいましたね。とはいえ、さやこもタクもずっと一緒にいたいと思っているなら、そのゴールに向けて話し合って、一緒に将来のことを考えていけばいいのに、と、時々悶々としながら見ていました。それこそ、龍之介が言っていたように、さやことタクなら、遠距離とか余裕だと、誰もが思っていますよね。でも、離れることが不安になるタクの気持ちもわからないでもないですし、さやこの大人だからこそ自分が決断して彼の将来を応援するという感情が出てきてしまうのは自然と理解はできてしまいました。これには X、旧 Twitter でもどっちの気持ちもわかって辛いや、そうなっちゃうかと二人の気持ちがわかるがゆえに心苦しい気持ちになる意見が多く、みんなが同じ気持ちになり、作品に引き込まれていましたね。タクも早い段階からさやこに相談しておけばよかったのに、と思わずにはいられませんでしたが、あんなに自信家なタクでも、スイス行きを話したらさやこと離れるかも、と不安が生まれるなんて。そういうところは若さがあって、ちょっと可愛いなぁと思ってしまいました。だからこそ、タクの気持ちがそうじゃないのは分かっていても、ショーゴが一時的な感情でと言ってしまう気持ちも理解できてしまいました。タクの一番の気持ちは、さやこと離れたくないというもので、だったら一緒についてきてほしいくらい言ってくれよ。とも思いましたが、リノベーションの会社で働きたいというさやこの将来のことも考えるからこそ、そこまで踏み込むこともできないタクの苦悩がすごく見えましたよね。
何を隠そう、さやことタクが思っていた以上にラブラブで、インターンでうまくいかない時とかのさやこの甘々モードはすごく愛おしくて、そんなさやこに、幸せだな、毎日顔が見れて話ができて、なんて言われたら、離れたくねーってなってしまう気持ちもわからんでもないですね。かたやさやこはインターンに行って現場を知り、意欲は高まるも、妊活に向けて退職する栗田の言葉に、ふと自分のタイムリミットについて考えることになり、これは現代の女性の大きな悩みの一つですよね。スミカのように早くから結婚出産して、家族も仕事も全部やるって若いうちから決めてる人は、それに向かって動けますが、気づいたら30歳過ぎていた時のふとやってくる不安には、感情移入しすぎて思わず、わかるわーと声が出てしまいました。子供を持つ人生か持たない人生か、その選択ができる世の中になったのは、時としていいことなのかもしれませんが、いざ大好きな人ができて、自分には持つ選択がもうできないとなると、さやこが、たくもいつか子供を欲しいと思うかもしれない、という不安が少なからずあったと思うので、それも踏まえて別れを決断したんだろうなぁと感じました。その別れを言うかどうかは、あのじゃんけんに委ねられていましたよね。さやこがふと目をつぶっただけで、次勝ったら別れを言おう、負けたら言わないでおこうと思ったんだろうなぁと伝わってきて、そんな大事なことをじゃんけんに委ねるなぁと叫びそうになりました。その直前にタクの作品をさやこが手伝って完成させるシーンを見ているときは、もうスイスでもこの関係でやっていく未来が見えてるよと密かに思っていたので、万が一今は離れてしまったとしても、将来は二人で建築の世界を生きていけばいいなぁと心から思いますね。さやこもタクのそばにいた方が断然頑張れると思いますし、一生この背中を追いかけたいって思うしと言っている時点で、スイスについていっちゃえって感じでした。そこでタクが言った、じゃあ追いかけてきてよが、何よりの本心だったと思わずにはいられませんよね。その正直な気持ちを伝え合わなきゃ、本当の愛は気づけないと思うので、タクのさやこ大好きモードは大切にしつつ、愛情一択じゃない自分の素直な感情に向き合うために、タクが少し大人になる時が来たのかなぁと感じました。でもタクの家族になってよ発言は破壊力半端なくて、ときめき死にするかと思いましたね。このまま結婚して二人でスイスに行くのかというくらい気持ちが高まったのですが、さやこのそばにいるために別の方法で一人前になるという決断をしてたんですね。結婚してじゃなく家族になってというところに、タクが家族に憧れを抱いているのが伺えて、ちょっと心臓がギューッとなりましたし、その切実な願いはさやこに叶えてほしいなぁと思いました。第二の青春は決して甘いものだけじゃないという現実がどんどん押し寄せてきていますが、まだ2年生の出来事、さやことタク、そしてファミリアの面々はどんな未来に進んでいくのか、クライマックスもますます目が離せませんね。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。